ちゃんと今のニーズに合わせてるよね。そういうハイポジション入りやすいようにとか、こういうカッターウェイがついてるみたいなところが、いろいろ考えたところなのかなとは思いますけど、もう メタルフロント自体がもう大好きだからそれ考えると、すごい好きなギターです。なんか誰にも負けない感はあるよね、すごくね。うん、それだし、すごい新作出してもすごい綺麗だし、いや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 、前から知ってませんかみたいなそういう感じですか。だけどやっぱルックスはルックスだから、そういう、なんていうんですか、ビジュアル系だったりとか、ハードロック系だったりとか、そういう人たちはすごい似合うんじゃないかなとも思いますが、あえてこれでブルースとかやってもらいたいな。うん、そういうのかっこいいかもしれないって思っちゃうんだよね。もともとのフライング V 自体の始まりはあれブルースギターだったりするか だからそういうの考えたら、これで誰かブルースギタリストの人いかがですか、おすすめな一本がここにあります。